はい、詐欺好きな元新潟人の石戸がです。今回はですね、チューハイです。これずっと飲みたかったんですよ。この直球勝負。直球勝負っていうね、なんか、ド直球のね、チューハイです。こちら、確か薬局で買いました。アルコール度数 6%。果汁が 2.5% と、なかなか高めのレモン味。原材料がレモン果汁と、醸造アルコールと、加糖ブドウ糖液糖と、酸味料と香料とクエン酸ナトリウムとなっております。こちらがですね、製造者が、なんとか娘酒造株式会社。全然読めねえ。販売者が合同酒精株式会社。これ謎の会社が製造してますね。これなんて読むの？富竹フラッシュの富に、久しぶりの久に、娘って書いて、なんとかって読んで、酒造株式会社。これ謎ですね。読めねえ。これ直球勝負ずっと飲みたかったんですよ。なんでかっていうと、特に意味はありません。はい。ただ単に名前が、俺知ってて、直球勝負っていうことで、なんか、すげえ名前だなと思って、飲みたかっただけです。特に意味はありません。直球勝負確かね、これ、香類焼酎でもあったんですよ。何を言うとんのかって。直球勝負、チューハイカクテル、オエノングループ。すっきりとした味わいにこだわった、まさに直球勝負のチューハイです。意味がわかる。結構種類あるんだけど。結構9種類あるな。9種類ありますね、これね。ほえーって感じや。じゃ、乾杯。あ、うん。ああ。そうっすね。直球勝負の、ペットボトルの焼酎もあるみたいですね。4リッター焼酎で。うん。うん。あ、でも、あ、結構やっぱり、なんだろう。ちょっと癖があるな、なんかな。なんか癖があるな。若干癖があるな、やっぱり。なんか、直球、まあ、癖あんな、なんかな。やっぱり、癖あんな、なんかな。なんだろう。この癖の香りというか、香りが若干変な香りということもないけど、ただ、醸造アルコール使ってっからかな。若干やっぱり、んっていう思う味わいがあるね。これは。これは多分、焼酎の醸造アルコールの、ものなのか。ああ、アルコールっぽいな。なんか、レモンの香りに、なんか意味不明の香りが、ビューンってなるんですよ。なんだろう。わかる。あ、もう俺、腹いっぱい。もう食えねえんだけど、これ値段確かな、80円ぐらいじゃなかった。直球勝負。
てか、なんで薬局に酒が売ってるのかっていうのが、さっぱりわからないです。うん。まあ、わからないですね。もう考えたらもう、ダメだと思う。直球勝負レモンが、ブログに紹介されてます。林さんのチューハイ日記という、ね、こちらがですね、コストパフォーマンス100点直球勝負レモンと書いてあります。マジで?これとコストパフォーマンス100点つけちゃうっていうレベルなんですけど、まあ僕はあれですけど、まあ、この人はすげえ気に入ったんですよね、これがね。こんばんは、週末の土曜日どのようにお過ごしですか?これ2014年の7月の5日の日記です。ブログですが。私はいつものようにチューハイ飲んでますよ。今日飲んだのは合同酒精の直球勝負レモン。何それっていう方も多いでしょう。まあ、有名メーカーに比べたら格安のチューハイです。しかしこれがうまいんです。このアルコール分といい、レモンの風味といい、缶チューハイではかなりのレベルと言っていい感じです。メーカーだけで判断せず、一度飲んでみてください。これはね、いや、本当に、メーカーだけで判断するやついるからな。いや、これは好感持てる。あのね、今日もね、あったんですけど、ちょっと、まあ、名前は伏せさせていただきますが、今日 LINE でね、LINE が来たんですよ。で、ああ、久々に LINE 来たなと思って、見たら、ウイスキーの動画から、まあ、来ましたみたいな感じの人でね。まあ、たまに来るんですけど、四つ部の方の、LINE のあれで来る人がいるんですけど、まあ、まあ、よく動画、ウイスキーの動画参考させていただいてますみたいな人が来るんですけど、その人がね、言った言葉にちょっと、むむっと来た。大五郎を、大五郎ってほら、焼酎香類あるじゃないですか。まあ、大五郎を結構、まあ、卑下していたというか、まあ、結構、まあでもしょうがないんだけどね。一般的に見れば確かに大五郎はまずい。まずいっていうか、アルチューの飲み物だってみたいな感じで、コメントされてたんで、まあわからんでもないんですけど、ただ俺、香類焼酎は大好きなんで、本当に、アルチューかって言われると別にアルチューではないんですけど、香類焼酎は好きなんですよ。だから、香類焼酎を好きなんだけど、まあ、アルチューじゃないっていう人もいるわけで、で、結構ね、こういうね、まあ、僕も持ってますけど、普通に。はい。こちら4リッターの、えらいこっちゃっていうね、アルコール度数25度の、ペットボトルの、焼酎なんですけど。これをですね、まあ、飲んでる人は大体アルチューみたいな感じで言われてたんで、まあ、ははーと思いましたけど。まあ、確かに、大五郎的なやつを飲んでる人っていうのは、まあ、アルチューかもしんないですけど、多分、それは あなたの多分思い上がりですね。ああ。しっかりまあ、例えばこれをね、ラッパ飲みで飲んでる人はね、まあ確実に言う、まあある種だと思っていいですけど、普通にね、売られてる、チューハイありますよね。これとか、ほとんど原材料変わんねえからって。うん。例えばこれアルコール度数 7%、6% か。6% だから。まあ。この 6% 分、あれが入ってる。ちょっと何も変わんないんです。本当に、あれが入ってるんです。
これは。うん。いや、本当に。嘘だと思うんです。本当にそうですよ。だから、大五郎入ってると思った方がいい。本当に中杯っていうのは。ほぼ 100%。まあ、ウォッカって書いてある。原材料がウォッカって書いてある。別だけど。別だけど。これ、醸造アルコールって書いてあるから、まあ、ちょっと違うのか。醸造アルコールだと、何なんだろう。まあ、基本的にほぼ変わんないっすね。うん。で、本当に俺、氷焼酎は好きなんで、まあ、対抗させてもらいますけど、氷焼酎っていうのは非常に、まあ、ビールとか日本酒とかに比べるとですね、非常に酔いにくいという。酔いにくいというか、酔いにくいじゃん。二日酔いしにくい。という、利点があります。まあ、これはググってもらうとわかるんだけど、氷焼酎のそもそも製造方法がですね、連続式蒸留といって、まあ、連続で蒸留する。つまり何度も蒸留するってことですね。まあ、蒸留というのは何かっていうと、理科の実験で習ったと思うんですが、まあ、基本的に、水と、まあ、その他、結局沸騰させて、まあ、気化させたやつをまた、水に戻すっていうか、液体に戻すっていうやり方ですから、まあ、結果としてその、沸点が違う、沸点が違う、ものを分離させるのに使うんですよ。だから、アルコール度数をもっと高めたいとか、いう場合は、その、水を、結局、気化させて、水と液体、エタノールか。まあ、アルコールですね。どっちが早く沸騰するかっていうと、エタノールの方が、いや、アルコールの方が早く沸騰するので、それを、結局その、90度ぐらいで多分沸騰するんですよ。アルコールっていうの。で、それで気化させて、で、また液体に戻して、で、それでどんどん純度を高めていくっていうやり方です。うん。まあ、水は100度で沸騰しますけど、アルコールは90度ぐらいで沸騰しますからね。厳密に言うと90何度とかだと思うんですけど、僕はわかりません。うん。高卒ですか。だから、結果として、純度が高まる。で、蒸留するっていうのは何、具体的に何のためにするかっていうと、純度を高めるっていうことと、あと、もう一つ利点があって、まあ、不純物を、ろ過するというか、ろ過っていうよりは、まあ、少なくする。利点があります。つまり、蒸留した回数でどんどん不純物が少なくなっていく。純度が上がっていく。っていうことです。だから、同じ度数を飲んだ場合でいくと、日本酒とかビールに比べると、はるかに、悪酔いしにくい。ということですね。だから本当にクオリティ高いんですよ。だから間違ってね、勝手に覚えてる人はね、本当にいるんですよね。氷焼酎？はぁ、大五郎でしょ？大五郎なんて、すぐ安いから悪酔いするでしょとか言ってね。いう女がいるんですわ。本当に。マジで。
ちょっとカチンとくるんですよね。カチンと。何言うとんだと。ね。まあ、確かに、いや、一理あるんだよ。その人の言い分も。例えばね、ラッパ飲みでね、4リターのね、焼酎をね、ラッパ飲みで飲んでるやつは確実にアルチューなんで、もう、あれなんだけど、もうどうしようもねえと。でも安いのも事実なんだよ。これなぜ安いかっていうと、やっぱ大量生産ができるからっていうことなんでしょうけど、確かに安いイコール悪いっていう。その現代の風潮ね。それがおかしいと。で、だから居酒屋とかで売ってる、サワー、レモンサワーとかあるじゃないですか。あれの原材料って何も変わんないからね。何にも変わんないから。うん。だから言うちゃえば、この、レモンチューハイとか、チューハイ何も変わんないからね、原材料。何も変わんないからね。あれ使ってるからね。だから大五郎使ってるんですよ、結局。だから安ければまずいとか、すげえクオリティ悪いみたいな、人いますけど、本当に全然違うんですよ。うん。安い酒は酔いやすいとか、安い酒はまずいだとか、安い酒は、まあ、クオリティが悪いとかね。それは間違い。ただ単に安くて、アルコール度数が高いから、ね、飲んでる。アルチューが飲んでる。だけです。本当に。実際はかなりクオリティの高い酒です。まあ、ウォッカみたいなもんですね。ウォッカとかと、あんまり変わんないです。作り方としてはほとんど変わんないです。ウォッカも基本的に連続式蒸留だったよね。ちょっとわかんないけど。まあ連続して蒸留しないと、まあ、そこまで度数になんないですから。まあ基本変わんないです。だから作り方としてはウォッカと変わんないです。原材料が違う、材料が違うだけで。焼酎だと結局、何使ってるの？焼酎って。うん。ちょっとわかんないです。うん。焼酎って何使ってんの？あれ。大豆ちゃうわ。まあ、多分麦とかだと思うんだけど。麦とかね。まあ、基本穀物だと思うんだけど、まあ、何が違うかというと知らん。まあ、焼酎だと、まあ、わかりません。だから、ウォッカと、まあ、でも結局そうなんだよな。だから結局さ、まずいっていうさ、あれがあるんだよ。もう、あ、これはまずいわ。安いし、まずいだろうな。みたいな勝手なそのさ、インプットされるパターン。それが一番良くないんだよね。結構一般的な人に多いんだけど、あ、安い、これはまずいわって勝手に思うパターン。それ飲まないとわかんねえだろっていう話なんですよ。だから俺は本当に基本的にまあまずいって思っても飲まないとわかんねえから飲んでみる。で飲んでまずけりゃ あまずいわっつってそれでもいいんですよ。まずいって言っちゃっていいんだけど。だから好きなゲームとかあるけど、ゲームでクソゲーってあると思うんだけど、
クソゲーってやんねえとわかんないんですよ。勝手に、これクソゲーだから、クソゲーって言え、他人が言ってからクソゲーだわって、勝手に言うのもは、もうダメなんですよ、それは。だからね、そこはね、あれっすよ。それに、の似たようなもん、実際やってみないとわかんねえかって。そういうこと。だからそんなもんっすね。だから、特に飲み物とかも、一発でわかるし、とりあえず飲んだり、食べたりしねえと、わかんねえ、すごっちょ。だから、まあ4リッターのやつはさすがにね、まあ飲めねえっていうこともあるけど、普通にコンビニで 200ml の100円ぐらい、100円ちゃう。200円ぐらいで売ってるやつあるでしょ。 200ml 200円とか。ワンカップみたいなやつ。あの、プラスチックのね。ペットボトルっていうか、ペットボトルと同じ材質のやつ。売ってるでしょ。だから、とりあえずあれ飲んでみて、まあ、まずきれいまずいでいいんだけどさ。まあでも、焼酎香類ほど癖のない焼酎ってないからね。逆にあの女性とか向けだと思うんですけど、僕は。だから、本当に飲んでほしい。芋焼酎とかよか。飲みやすいしね。まあ、勝手に、勝手にその安いからまあまずいって勝手にこう考えちゃう人はあんまり俺は好きじゃないですね。特に自分の好きな分野としては酒とか、まあ、ゲームとかに考えて、まあそれで考えるとあんまり、まあ、よろしくない。はい。ということで、2333です。ご視聴ありがとうございました。